ちは、メイプルです。今日はこのアイシャドウペンの新色 と、リップスティックの新色、こちらね、どっちも7月1日に発売になった新色なんですが、こちらをね、購入したのでメイクをしてみました。で、アイシャドウはね、今日このね、アイシャドウペン1色しか購入してないので、いろいろね、手持ちの単色を合わせています。単色のね、組み合わせが好きな方もそうでない方も最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。この後ね、一応このアイシャドウペンの素地を見ていただいて、その後メイクに続きます。それではスタート。
はい、じゃんでメイク終わりました。今日はアンミックスのアイシャドウペン新色がね出たので、こちら、08のナイト数値ね入れたので、色味ねもう見ていただいたと思うんですが、透け感のあるブラックです。で、ね、多色ラメがたくさんねキラキラって入ってます。ちょっとねこうやって実物でね見てみると、なんかほんのりパープルがかっているような、グレーがかっているような、そんな感じなんですね。まぶたにのせた時にちゃんとこう透け感のある肌なじみのいい黒にするために、ほんとねいろんな色が入ってると思うんですが、ただねメイクで使うと透け感のあるブラックっていう感じで使えます。これね指で簡単にぼかせるのでブラシいらずです。一緒にね今日組み合わせたこの単色のねアイシャドウなんですが、これも最初ねブラシで使おうかなと思ったんですが、指でのせた方が色がねのりやすかったので、こっちもね指でのせました。これの他にこのディオールのねセレスティアルグレーもねのせたんですが、これもね指でのせたので、上まぶたはね今日はブラシ使いませんでした。下もねなんかなんなら指でできたかなと思うんですが、下はね一応ブラシ使いました。これねアディクションのミスユーモア、久しぶりに使いました。これすごいねこんなちょっと派手なピンクのキラキラなんですが、そんなにね色味はそんなにガツンと出る感じではないので、黒目下から目頭までこれを使いました。黒のアイシャドウっていうとなんかこうナチュラルメイクっていうか、こう普段のメイクに気軽にね取り入れる色じゃないなっていう、こうイメージがねあると思うんですが、これはね透け黒っていうことだったので、なんかいけそうな気がしてね購入しました。で、私の中で黒と組み合わせるならって考えた時に、速攻で浮かんだ色がピンクだったんですね。で、ピンクの中で何か組み合わせようって思って、で、まずこのアンミックスのストロベリーベージュ、これが思い浮かびました。これを全体にして、あとはちょっとキラキラで何か足したいなって思った時にね、このセレスティアルグレーがね、これもねなんか見た感じグレーなんですが、使うとねピンクの変更みたいな感じで使えるので、これもねいいなと思ってこの2つをね選びました。じゃあね喋ってる間にまた忘れそうになっちゃうので、仕上がりをね見てください。仕上がりはねこういう感じになりました。なんかね黒っていうよりは透けてるグレーっていう感じですよね。で、このアイシャドウペンね、私今ね2本持ってるんですが、他にもなんかねピンクとかコーヒービーンとかブラックルビーとかローズブラウンとか何色かねあります。で、リップもね今回このアイシャドウペンとね一緒に発売になった、これはねグローじゃなくてリップスティックの方になります。以前ねご紹介した赤リップのねトマトっていう色と同じ種類のリップで、私が大好きなグローじゃなくって、しかもねマットでもなくってナチュラルで、すごいねこうなんていうのかな、被膜感がなくって、色とかこのテクスチャーで厚みが出るっていう感じのねリップではないので、メイクしましたっていう感じにならないような感じのねテクスチャーのリップになります。今回ねこの購入したレッドグレープを見た時に、あれなんかグローのね自分が持ってたリップと似てるかなって思って、グローのこっちがねピンクサファイアで、こっちがね今回購入したレッドグレープになります。なんかね頭の中では似てるかなって思ったんだけど、こうやって見るとねやっぱり色は全然違います。で、このねレッドグレープの中にもブルーパールがね入っています。とってもね細かいブルーパールです。最初気づかなくって塗ったらね、なんかちょっとあれなんかこうなんか入ってるなっていう感じがあったので、よく見たらねブルーのパールが入ってました。ただねこうやって塗ってこうやってしてもザラザラとか全然一切しなかったので、
気にならないと思います。今月ね、たくさん秋コスメが出るので、なんかね、なかなか全部ね、希望通り欲しいものがね、全部買えるとは限らないんですけど、もしね、気になった方いらっしゃったら、どっちもね、定番なので安心してください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。